それで2003年に物理第二教室、これも写真をなんか探したんですが、あんまり適当なのがなくて、遠足に行った時の写真を撮ってきました。ここに河合さんが河合さんいますね。畑さんがいます。で、小林達夫さんがいます。で、平田君がここになんかちょっと見えないような感じで、それでこれ高柳さんがいますね。弓崎氏、これ僕がいて、これ吉岡さんがいる。で、まあ後で僕の研究者北殿君って今台湾にいるんですけど、彼とか佐原君とか、これ菊池君がいますね。あ、坂谷君がここにいるか。まあ最近の人は割とこういう。で、あと奈良女子大の女の人が何か。適当な写真がなかったので、あの写真が出てこなかった方はあの許してください。申し訳ないです。で、まあ、QCD はじゃあどういう効用があったかということになりますけれども、結局 LHC でヒグズを見つけるのもその強い相互作用の正確な評価がいると、それから、そのコークグルオンの分布関数の精密化が必要だと、まあ、そういう意味で QCD の重要性というのはある意味で復活的だ。何も原子核理論だけで使うんじゃなくて、素粒子の先端でも QCD はいるんだと。いや、別に原子核理論でもちろん使ってもらうのはもちろんいいんですがこれをやると QCD やると、あの人は核物理っていうかハドロンフィジクスで素粒子からもはや離れたっていうふうに言われる。それは非常に尺なんですけども、それからリニアコライダーでも、まあ、精度の高い、標準模型あるいは、調査室の検証探索、こういうのに、まあ、必要であると。で、こういうふうに接続計算というのは最近の研究の進展で非常に高い精度で計算が可能になっています。そういう複写補正を、いろいろ議論する会議というのがラドコールというのがあって、これはインターナショナルシンポジウム・オン・ラディエイティブ・コレクション・アプリケーション・クワンタム・フィールド・セル・トゥ・フェノメノロジー。ラディエイティブ・コレクションってラドコールといって2年ごとに行われていて、2005年は日本で開催されました。特に KEK が中心で、ここに小平さん経験に移ってからですね、小平さん、でここに数値解析のグループで石川さん、栗原さん、藤本さんといて、で、ここに僕がいます。それから松田さんがどこにおられたと、あれ、あ、松田さんここにいますね。それから木下藤一郎さんここに、あとここにデイジー・ソイテンのブルームラインとか、フォークとさっきの3ループの計算した人とか、結構、あ、これ吉田君がいますね。今は経営権にいる。結構いろんな人が。で、大体これ毎回出るようにしてて、今年は、去年の秋はインドでありまして、僕はちょっと病み上がりだったんですが、インドに行くのは無謀だと言われたんですが、行きました。で、インドで、まあ、安全なところで、2011年ですね。その前がスイスでやって、その前はフィレンツェでした。結構いい場所でやってくれるので。次回はイギリスである、イギリスのダーラムでやるというんです。で、まあ、言いたいことは、結局ヒグズを探すのにですね、この最初にハドロンのコライダーを考える限りは分布関数が重要なんで、この前の教室発表会で、隅田さんかな、なんか言ってましたけど、ここヒグズをマス125にすると、でハドロンが 3.5 だったら、このグルオンの分布関数の 0.02 のところが効く、 X が 0.02 のところが効くと、確かそう言ってましたよね。で、まあ、こういうグラフを実際に正確に計算するのには、分布関数が重要だと。まあ、いろんなヒグズのプロダクションは何もグルオンフュージョンだけじゃなくていろんなプロセスがありますが、ベクターメソンフュージョンとかウィークボゾンブレムシトラ、まあ、いろいろあります。で、だけどちょっと注意してほしいのは、ここにですね、いろんなグループが、パートン自身を解析してまして、 MSTW、 これがかつて MRST といった、マーティンなんとかで始まるダーラムの連中ですね。 CTEC っていうのは、これはまあどっちかというとアメリカが中心かな。それからニューラルネットは、これもよく分からないですが、イタリアのグループがいて、 ABKM とかドイツです。 GRV というのもドイツです。あ、それから AAC というのは、これは KEK の熊野さんたちがやっている。いろいろやってみるとですね、これちょっと見にくいんですが、グルオンっていうのは解析によっていろいろ変わってきて、これがグルオンの分布がグループによって X は小さいところから随分変化します。ですから、そういう意味で PDF を正確にやるっていうのは非常に重要である。
最後に、最近ですね、手を変え品を変えこうフォトンの計算をやってまして、それで、中にヘビーコークとかあるいはなんか超大小性粒子が効いた時に構造関数どう変わるかと、コラボレーター北園君とかそれから佐原君ですけれども、あとは上田隆弘君ですね。でこれ見てください。これはですね、確かにまだエラーは大きくて、しかもデータ古いんですけども、マスの効果を入れた方が実験に近づくと。それともう一つ重要なことは、これ一切インプットないんです。インプットは唯一 QCD スケールパラメーターだけで、構造関数のノーマリゼーションまでちゃんと理論で計算できてしまうというのは他にないと思うんです。 R レーション以外ノーマリゼーションまで合うというのはないですよね。構造関数は必ずどっかで Q0 でインプットしてやってる。でちょっと悪乗りしてスージーの粒子があったらどうなるかっていうのを、スコープとかグルイノがあったらこうどう変化するのかっていうのをちょっと調べました。そういうことをやりました。